新客が現れたのは高知市の競馬場。スタートしました。まさか野生動物が侵入するっていうことはもう想定してなかったので、ただ驚きました。競馬場の広報担当者も想定外だったと話す野生動物の侵入。その出来事は激しい先頭争いとなったレースの直後でした。並んでゴリ、最後は2番アイメイドイット、前を捉えました。競走馬の前に現れたのはなんとタヌキ。よく見るとコースを横切ろうとして競走馬が向かってくることに気づき足を止めたようです。これには思わずジョッキーも二度見。高校と照らされた競馬場になぜ現れたのでしょうか。餌を求めてきたのかもしれませんね。自然に囲まれ大きな池がある高知競馬場。担当者はタヌキがその池にいるカニなどを求めて現れたのではないかと話します。馬が驚いてパニックになって暴れたりしないか、落馬事故とか大変なことにつながる可能性ありますので。高知競馬場は侵入防止の柵を設けるなどの対策を考えているということです。